ランマ1、2、ランマ1、2アクム。春民ウ・ランマ1、2アクム。春民ウは、ランマ1、2の OVA の一作。ランマ1、2のアニメ作品は1996年発売の OVA 作品、ランマ1、2スーパー二人のあかね、ランは私を見て、以来となり、シリーズ初のデジタル制作。原作34巻パート10、アクム。 春民校のエピソードを元にしている。高橋ルミコ店向けに制作された作品で、2010年1月29日に、本作と、うるせえやつらザ、障害物水泳大会、犬や舎黒い鉄再起話の3本の DVD をセットにした、下、It's A、ルーミックワールドスペシャルアニメボックスが発売され、同年10月20日には、それぞれ単独での DVD とブルーレイディスクが、 発売された。原作から多くの部分が改変されている八方斎が春眠講を作った目的は乱馬に一泡吹かせるためであるがそのきっかけとなった出来事が異なる原作では家具と何をされても起きない 安民孔を茜に嗅がせようとするも、八方斎自身が乱馬に安民孔を嗅がされてボコボコにされたことに対する仕返しであったが、本作では乱馬に下着泥棒を阻止されて女子生徒らに袋叩きにされたことへの仕返しとなっている。アニメでは安民孔は登場しない代わりに、嗅いだものは目に映る全てのものが愛しい人に見える幻恋遺というお香りが登場する。 春民校に原作にはない設定が追加されている。原作にも登場する夏木香織にも副作用の設定が追加された。邪念を帯びた人物が煙を嗅ぐと邪念が増幅されてしまうというものである。キャストでは、ほとんどがそのまま当時の役を担当しているが、久能立脇役が辻谷幸治に、久能校長役が大塚義忠に変更されている。 どちらもオリジナルキャストの死去に伴う変更である。音楽は田中公平が担当。田中はラグビー部員で声優としての出演も果たしている。制作は自作、犬夜舎のアニメ版を手掛けたサンライズだが、実制作は従来のアニメ作品と同じくスタジオディーンが担当している。下着泥棒を 乱馬に阻止された八泡菜は乱馬に一泡吹かせるために春民香というお香りを調合する。これは嗅いだものは春の間中眠り続けるという効果を発揮するお香りであった。八泡菜は乱馬に嗅がせようとするが茜が誤って嗅いでしまう。八泡菜はこれはチャンスとばかりに茜に迫ろうとするがあっけなくぶっ飛ばされてしまった。 乱馬はこのやりとりから、八方斎の調合は失敗したと思い、特に気にも留めずにいた。しかし、その日の授業中に赤根は授業中に居眠りしてしまった。しかも赤根は、自分の居眠りを注意しようとした、ひな子の持っていたピコピコハンマーを奪い、逆に、ひな子を殴る。赤根が、先生に逆らうこと自体が珍しいだけに、乱馬たち一同は驚く。 そこで、乱馬は赤根を起こそうとするが、乱馬も赤根に弾き飛ばされる。さらに、赤根に近づこうとした苦悩もぶっ飛ばされてしまった。実は、春民港は暗殺者に命を狙われた人間が眠りながらでも、戦えるという効力を発揮するお香りだった。さらに、春民港は暗殺者に狙われない状態が長く続くと、鬱憤が募り、 やがて無差別に八つ当たりをするようになってしまうという恐ろしい副作用があった。ラン馬たちは、赤根をなんとか学校の外に出さないよう奮闘するも、見当虚しく、赤根はラグビー部員一同や苦悩校長を襲撃し、眠ったままの状態で学校の外に出て行ってしまい、道中の建造物、電柱、車などを破壊しながら猫飯店へとたどり着く。ラン馬は、 猫飯店で赤根を止めようとするが、料金場や苦悩、八方斎もやってきて、店はめちゃくちゃになってしまう。そんな中、ランバはムースから、幻小い子以降というお香りを渡される。これは、ガグ止めに映るすべての人物が愛しい人に見えるという、効力を発揮するお香りであった。ランバはこれを嗅いで赤根を目覚めさせようとするが、目覚めさせる前に効力が消えてしまい、 もはや万事休すかに思われた。だが、赤根は思いもよらない形で目を覚ますことになる。猫飯店の前を通りがかった買い物帰りの霞がやってきて、赤根に穏やかな口調で起きてと声をかけるとあっさりと目を覚ましたのだ。春民港は買いだ者が暗殺者の殺気を感じることで攻撃をするのだが、霞はさは殺気のかけらも持たずに赤根に近づいたため、 このような結果を生んだのであった。こうして、春民公が招いたドタバタ劇は幕を下ろすこととなった。なお、めちゃくちゃにされた猫飯店の後始末は良きば、苦悩、八方斎が追うことになったようである。主要人物は、それぞれの子、それ以外は乱、乱舞一、二の登場人物を参照。セリフはないが、高橋ルミ子原作による他作品からのキャラクターも、 茜の夢のシーンに登場している。ありがとうございます。